大丈夫。難しくて、まあ、まずはちょっとね、じゃあ始めてみましょうかね。ちょっとやってみます、うんうん、頑張ります。じゃあ早速いきます、うん、始める。お、早速なんかなんかなんか占い結果を聞くような態度じゃない、ね、そうねなんか違うことかな、雑談かな、ね、もしかしたら正午しに ねここがホーム画面みたいになるのかな、うん、あそう、ここが占い館、ね、になるってことだね。いろいろ準備したりとかする場所っぽい感じだね。すごいな、ヨカめっちゃなんか手が当たってるけど、ね、何話してんだろう、ね、真ん中に聖書があるからね、焼肉屋さんみたいな占いの館ではなく焼肉屋ちょっとなんか横ちょっと向かないと見えない占いなのかな。ちょっとじゃあ早速見ていこうかな、うん、そう、いろいろできるんだけど、まずはクローゼット、クローゼットを見ます。難しそう。一流の占い師は身だしなみも大事なのよ。これはたくさんね、一通りもうすでに入ってるんですよ。え、めっちゃ可愛いじゃん。これはじゃあちょっとシュカが着せたい衣装を選んでいただきましょうか。え、まずはもう今占い師、もう今はね占い師、次聞こうか。上がるわ。おお、すごい、全身紫やすごい、そうなってんだね。じゃあカちゃん好きそう、これ。あ、尻尾、あ、尻尾も垂れてる、かわいい。次何にしよう。これはチカ、なんかチカのバッジとかいろいろついてるけど、ね、ついてるけど、それぞれの多分キャラクターによって、ね、あ、ヨウちゃんじゃ違うか、違うみたい。うん、何着てほしいか皆さんコメントでもあれば。あ、確かに。あ、ひよこ頼むって来てる、すでに。ひよこみたい。ひよこがこちらはね、特典で、そう、特典ゲットできる。じゃあちょっと見せますよ、ひよこさん、うん、こんな感じ。気分上がるわね。ねえ、かわいい。すごい細かいところはね。ね。こだわってる。あ、チャイナ多い。多い。ひよこの後ろはこんな感じ。あ、お尻めっちゃかわいい。プリプリ最高。いいな、これ。いいね、はい。衣装によってそっか、このカードとチャームの効果が。が違う、うん。なるほどね。あとなんだっけ、チャイナだっけ？チャイナ。いいよいいよ、犬のマグカップも気になる